はい、こんにちは、カズボです。トレネコの大冒険3アドバンス続きやっていきたいと思います。トレネコの大冒険なんだけど、息子のポポロがね、今主人公になってますね。ポポロですけど、モンスター仲間に入れられる特徴があります。それでね、まあ、行こうか。はい。いや、ポポロじゃないか。族長様の許しをもらったんだって?トレネコさんの後を追って旅するとはまだ子供なのに大したもんだ。気をつけていくんだぞ。ということでね、まあ、モンスターを仲間入れたりしなくちゃいけないんだけど、これ右って何?まだいけないの?これ。何かをはめるくぼみがある。ね。なんかあるんでしょうね。ということで、とりあえずトレネコさんの行った道を行きましょう。イザナイの洞窟。何が起こってるかね、ちゃんと覚えておいてね。お、びっくりした、一瞬。で、モンスター、これ仲間に入れたモンスターですね。いやー、お、オッケーオッケー。お、なんだ。お、ホイミの杖。あ、だから仲間に振れば回復しますんで。え、これ、まあいいや。ハートの色さ、これ、変わんないんかな、アドバンス版って。あ、やられちゃった、スラリン1。やられちゃったけど、一回生きて連れて帰ってくから大丈夫。あ、やった。ベスターだよ。こいつはちょっと、やられないように頑張ろう。スライムベースは連れて帰りたいな。一回も連れて帰ってないんで。ということで、フリーズしたら嫌なんで。なんであいつ一人でどっか行っちゃったね、スラリンゴ。離れるとね、単独行動する可能性、あ、まあ、しますね。なんだっけあれ、いたずらモグラがいたね。あ、いたいたいた。はい、ねえか、欲しいなあいつは。あ、モモンじゃ。はい、ねえか。ああ、単独行動してんね。あんな単独行動、ああ、やっぱやられちゃいますよ。ドラ吉はいいんだけど、ベスターさえやられなければ自分はいいや、とりあえず。多分あのいたずらモグラ来るでしょ。あ、ダメか。お、ダメか。モモンジャといたずらモグラが入ってほしいけどね。まあスライムベース空いたからいいか。武器も鍛えられない。これ爪装備できたと思うんだけど、できなかったっけ。できたよ。ああ、大きいです。14じゃねえだろ。焦った。もう勘弁して。スライムベースはちょっと落ちてほしくないな。ドラキー強え。仲間入んねえか、さすがに。いや、焦った。14とか食らう、普通に。ドラケ4の4章でさ、いきなり上突っ込んでて、明治ももじゃに14食らった時ぐらい焦ったわ。昔やった時。ああ、仲間入んないね。だからこんなんさ、ギガンテスとかさ、あんなん出てくるじゃん。アークデーモンとか、キラマーシーンとかさ、あんなん仲間入んね。なんでミスんの。あ、黄色くなってんね、名前ね。あ、強強。あ、黄色くな、名前じゃねえな。火炎草はいるよね。ちょっと待った。フリーズすっからさ。パンいらないね。
レベル5とかいうやついるじゃん。命大事にね。あ、いいね。これ多分、ああ、やっぱり。一応クリアはクリアなんだね。ああ、そこ行っちゃおうか。とりあえずこれでスライムベスは、仲間に入ってるね。これ壺だね。前逃してたね、これね。まさか調べられると思わなかったからね。セサメダルあった。何ですよ、いらねえの。だメダルの王様に、まあ今回早いよな、これだけだったらな。もう一個いっちゃう？渡してきてもいいもん。いや、まあいいけど、如意棒。だからポポロがなんか装備できると思うんだけどね。よし、もう一回行くか。どっちみちもう一回行かなくちゃないからね。いや、いたずらモグラとモモンジャだ。それを仲間にすればいいかなとは思うんだけど、そんな簡単にいかないだろうからね。まあ、ずらしセーブしながらね。え、ちょっと待って、これスライムいなくなったけど、待って、いるよな。え、これモンスター爺さんのところにいる？これ。ところで。え、死んでないよね。一回クリアして出ればわかるか。ああ、あれ仲間入ってほしかったのにな。ドラキチレベル5、確か9まで上がったと思うんだけど。仲間が倒しても上がんないもんね、これね。14とか普通に。あ、ベスターか。あ、待って、あれ大丈夫だろうな。仲間入んねえの？一匹ぐらい。仲間が多いと嬉しいけどね。まあちょっと修行を兼ねて、いくらか強くしとかないと多分きついんで。トルネコでもきつかったのに。あいつどっか逃げたね、今モモンジャ。行き止まりでごぜやす。仲間入んねえな。ベスターが強くなってるし。ちょっと待って、一回ちょっとモンスター爺さんのとこ行きます。え、
いなくなってね、これ。あ、いるよね。え、これ、これ何なの？今連れてってるやつか。だから、ドラキーレベル5。あ、そういうことね。スライムレベル1、2匹ってね。あ、待って。え、これ、連れてきたやつ死んだ？え、待って、これ。あ、ベス預けとくか。え、これ、ずっと連れていけるよね。いけねえっけ、これ。まあ、とりあえず、まあ、今回ここまでで。え、違うかな？プレスト2版のやつって一回ダンジョンクリアしたら、ずっとやられても、やられても外れねえよな。つまり、イナツなんつってた？仕様違う？もしかして。生きて帰れるの頑張ってね。まあ、さて、妻。で、一度一緒に帰れば、そのモンスターあなただよね。次に冒険来るときはあなたとするの。だよね。だよね。ダンジョンと一回クリアすれば大丈夫だよね。一緒に生きて帰らないと経験値は増えないからね。まあそうだね。あ、よかったよかった。だよね。まあそりゃそうだよね。一発もんだったらちょっとやだもん。よし、じゃあ今回ここまででいいかな。じゃあちょっと次回、ここもう一回攻略しておきますんで、まあその先のダンジョン攻略しますね。